はい、こんにちは、つつけんです。イエイ。今日は2月の24日現在の時刻10時40分です。今日はね、雲が多くあって日差しが今遮られている状態ですけれども、体感的にね、だいぶ寒くなっています。まあ、しばらく暖かい日が続いていたので、まあ、ちょっとね、余計に寒さを感じているのかもしれないですけれども、結構ね、寒い、はい、今日もね、いつものように河津町内の様子を見ていきたいんですけれども、まあ、前から言っていた秘密の場所括弧その1ね、といっても去年もご紹介していますので、ああそこねという方もね、いるかと思うんですが、まあ、ちょっとね、河口のあたりまでぐるっと回ってからそこへ行きたいと思います。まあ、その1と言いましたが、その1その2ぐらいまでしかちょっと思い浮かばないんですが、何かあればその3その4続くと思いますので、どうぞご期待くださいませ。はい。お、着物の女性素敵ですね。さあ、館橋を渡ります。あー、もうこの辺もね、結構葉っぱが目立つな、川側ね。なのでここはやめて、謎石通りと、あ、謎石通り綺麗だけど、実は謎石裏通りがねあ、ここもでも結構だいぶ散ってしまっていますが、まあ、他よりは若干ね、長くお花持ってる感じかな。もうなんかね、いろいろ名前つけちゃいましょう。こんなのね、こんなのね、林道とかもそうだけど、言ったもん勝ちなところあるよね。駅から続くね、菜の花と線路沿いのね、あそこは謎石通りで、その裏側、今のね、謎石裏通りということで勝手に名前つけましたが、今度からね、皆さん来年以降か、ちょっと参考にしていただければと思います。さて、河津町内ね、川沿いはもうご覧の通りで、ちょっとね、お花が寂しくなってきましたが、実はこれから行く場所はね、今が一番見頃じゃないかな。去年もそうだったんですけど、川沿いがちょっとお花寂しくなってくるとちょうどいいぐらいなところなんですよね。ただね、いっぱい桜がね、咲いているというよりも2本咲いている桜があるんですけど、そこがね、だいぶ特徴的なね、桜で、ぜひね、そこをね、今回ご紹介したいと思います。はい、これから行くのはね、河津木宮神社。前ご紹介した今日から1週間お酒と鶏肉と卵は一切口にしませんというね、動画を出したと思うんですけど、そのね、木宮神社に向かいます。そこには色の違うね、桜があるんですけど、はい、ほら見えてきました。はい、到着。この色の違うね、大小の桜の木でも、このちょっと薄い方はもうあれかな、あ、でもまだつぼみ、え、これもう終わっちゃった感じ。はい、今日ね、ご紹介するのはこちらの木宮神社のね、桜の木になります。まあ、この中、境内にはオークスの木がねあるので、そちらも本当立派なクスノキなので、ぜひね、ここに来たら見てもらいたいんですけど、ここがね、めちゃくちゃこのピンクが濃くてね、すげえ綺麗なんだよね。これちょうど満開かな、今。そう、いつもね、ちょっと遅いんですよ。川沿いが、ちょっと寂しくなってくると、ここがね、ちょうど良くなるんですけど、いやー、ほんとね、見事だね。で、こっちがね、極端に濃いんですけど、こっちの木はね、ほんと極端に薄い気がするんだよね。河津桜じゃないのかな。ちょっとね、散ってしまったんだと思うけど、ちょっと薄いんですよね。いや、まあね、こんなところがあるんだよっていう今日は動画でした。はい。また第2弾もありますので、お楽しみにしていてください。はい。すごくいいね。こう。はい。ってことで、つつけんでした。バイバイ。